低体温症は自分がいつなったかわからないのが特徴です。ガタガタ震え出したり、なんとなく疲れた、寒いということがあれば、すぐに温かいものを着てカロリーをたくさん取ってください。そして濡れたものはですね、汗や雨で濡れたものはすぐ脱いで着替えてください。あとグループで行った場合ですけれども、誰かが寒がっていたり震えていた場合にはすぐに食べ物をあげて温かくしてあげてください。で、必ずグループでは一番弱い人に合わせます。一人でも寒がってる人がいたり、それ以上、動けなくなりそうだったら、みんなで一緒に撤退しないと、全員が低体温症を起こして死んでしまうことがあります。登山のように体を動かすと、体の中で熱が産生されます。で、その熱をですね、逃がすために汗をたくさんかくんですけれども、その汗を上手にかけなくなると、体温が上がって熱中症になってしまいます。ということは、汗をかくための材料は水分ですので、水分をしっかり取らないと熱中症になってしまいます。つまり脱水になっていると熱中症になります。
ません。この隠れ脱水の段階で気づくためにはですね、ちょっと今日はいつもより汗をかいた、たくさん動いたな、おしっこが少ないなと思った時に水分をたくさん取らないとそのまま熱中症になってしまいます。で、怖いのは最初は脱水だと思ってた人が、山でビバークをして次の日になったらもう腎不全になって緊急透析になってしまったということがあります。脱水というのは非常に最初は、軽い症状なんですけれども、放置すると命を取る病気になってしまうという非常に怖い病気です。で、この熱中症脱水の予防のために特に登山者は何をしたらいいかというと、山を登る前に少し塩分の入った水分、スポーツドリンクなど500cc 必ず飲んでから行きます。2時間前までに飲んどく必要があります。そして体に水を潤した状態で山を登ります。で、登山中も必ず30分おきに最低 200cc はスポーツドリンクを半分に薄めた程度のものでいいですので必ず飲みましょう。おしっこの回数がいつもより少ないな、それからおしっこの色がいつもより濃いなという場合にはもう脱水です。喉が渇いた、渇いてないにかかわらず必ず水分を取ってください。でないとそのまま熱中症になってしまいます。はい、子供は、脱水症になりやすいです。子供は体に水分量が多いんですけれども、さらにたくさん取ってたくさん出すというふうに出し入れ量が多いですので、日頃から積極的に水分を取る必要があります。高齢者は今度はですね、脱水症に気づきにくいです。喉が渇いたっていうのを感じにくいですので、定期的にこまめに水分を取る必要があります。最後に女性ですけれども、女性の登山者の一番の問題はトイレ問題です。皆さんトイレを我慢して水分を取らない方が多くいらっしゃって、私も実際に山で低砂糖した熱中症の女性の方はみんなトイレを我慢されてました。女性の方はですね、こまめに積極的に水分を取る必要がありますので注意してください。医者は病気や怪我の人を、助ける立場にいますが、我々が遭難現場に駆けつけても、助かる命を減らせるわけではありません。これは、我々が毎回遭難現場に行っても遭難の数が減るわけではないからです。そのためにどうしたらいいかというと、やはり登山者の方がですね、どうしたら安全に登れるか、山で起きる病気はどうしてなってしまうのか、ならないようにしたらどうするかというのを知っていただくことが一番いい方法だと思っています。救助隊の方は高い技術を身につけて皆さんを助けるための、応急処置も知っています。ですがそれだけでは人が救えません。やはり登山者がですね、自分の安全を自分で守れるように、自分が自分を助けることができる能力をつけて登ることが一番大事だと思っています。そうやって救助をする人、登る人がですね、それぞれの役割をしっかり果たしていくことで安全な登山を支える社会が